桃井希美変死事件。平成14年10月12日夜、長野県塩尻市の奈良井川河川敷にて、乗用車が炎上しているとの通報が入る。鎮火後、車の内外から男女2名の遺体が発見され、女性の遺体は、アダルトビデオなどに出演していた女優の桃井希美さんであることが分かった。車内にはガソリンが撒かれた跡が残っていた。桃井さんの体には複数の刺し傷があり、後部座席で死亡していた男性の手に包丁が握られていたことから、長野県警は男性が無理心中を図ったものと結論付けた。しかし、男性の頭部から殴られてついたとみられるへこみが見つかったこと、男性は右利きであったが左手に包丁を握っていたこと、灯油の容器が現場から発見されなかったことなど、さまざまな不審点が指摘されている。さらに、2人は靴を自宅に置いたまま出かけており、男性の自宅のパソコンは電源が入ったままであった。また、男性は生前、何者かに80万円を貸していたが、見つかった借用書には実在しない人物の名前が記されていた。男性の家族は第三者による他殺の可能性を訴え続け、民事裁判ではこれが認められている。